2000年8月5日旗揚げ、プロレス界の新たな潮流を生み出すべきリファ有明でその怒りを上げたプロレスリングノア。プロレス界の新たな潮流を生み出すべく1年にわたる航海の末、ノアの箱舟はついにここ聖地武道館にたどり着きました。 7.27 プロレスリングノア旗揚げ1周年記念大会、第3試合はタッグマッチの30分1本勝負。まずは青コーナーよりスーパースタースティーブが入場です。スーパースタースティーブ、 3S スーパースタースティーブリングイン。Yo man, what's up man? What's up, Peter? Ain't nothing, man. Just think about all those other things I'm gonna talk about you, man. さあ、武道館がラップのリズムを刻む。回るライト、踊るフロア、客席を埋め尽くした1万6300人の鼓動も曲に合わせて高鳴っていきます。1966年、格闘技以外の目的テストは初めて行われたビートルズのコンサート以来、ミュージシャンにとっても聖地であるここ武道館で今宵そのダンスライブを単独で観光しようというのか、ツーコールドスコーピオ姿を現しました。華麗なステップに驚異の跳躍力、相手を幻惑するトレッキーな動き、自らのコンセントレーションを一気に高めていきます。華麗にリングインスコーピオ。さあ、場内は温まった。一瞬にしてスコーピオに染まりました武道館。2001年、小林健太にとっては試練の年になりました。相次ぐ怪我、2度の復帰戦、しかし転んでもただで起きない小林、心機一転リングネームを改名しました。小林健太改めリングネーム健太、武道館のファンの前には姿を現しました。若干20歳はノア最年少、その若さ力道館でリングをかける。健太がリングイン。ノアのジュニアに丸藤あり、その輝きをひときわ増したゼロワン武道館大会から3ヶ月、待ちに待ったノアでの武道館大会、丸藤直道が今登場です。黒と銀のコスチューム、そしてその甘いマスクを仮面で隠しています丸藤直道。想像を絶する跳躍力、スコーピオとの日米空中戦、期待度 120%。 この男には武道館の高い天井、本当によく似合う丸藤直道リングイン。第3試合は日米空中合戦、丸藤直道健太組対スコーピオスーパースタースティーブ組の一戦です。リング上、まずはスコーピオと丸藤だ。ゴングが鳴らされました。30分の一本勝負です。手拍子を要求します。スコーピオ対する丸藤、黒とシルバーのコスチューム、押し込んでいったのはスコーピオです。まずは両者相手を挑発するような動きを見せました。さあ、スコーピオ単純には組まない。丸藤もくるっと回転してかわそうという動き、先手を見せた。ああ、そして身軽な動きだ。バックを取り返しました丸藤直道。単純な動きだけでも他の選手とは違う躍動感を見せますスコーピオ。そして丸藤、お返しとばかりにスコーピオその丸藤を上回る動きを見せた。ブリッジで起き上がる丸藤、逆にスコーピオ、あ、スコーピオも起き上がる。やられた技はやり返す意地を見せます丸藤。スコーピオ一連の動きで早くも場内の歓声を誘っています。丸藤は GHC 初代王者決定トーナメント準決勝まで進みましたが、6月23日リファ有明で行われた準決勝、フベントゲレーラに敗れました。結果的にはチャンピオンに輝いたのが金丸。おっ、着手した。さあ、どうする、距離を取った。さあ、両者がロープに飛ぶ、腕を絡め合った。この辺りは全く同じ動きを予測しています。この2人ライバルと言っていいでしょう。同じタイミングでタッチを交わしました。赤
赤コーナーは小林健太改め健太、青コーナーからはスーパースタースティーブです。オレンジのコスチュームに金色に染めた髪、ひときわ鮮やかに見えます小林健太。今年は受難の年になりました健太。1月12日、まず高松大会で右肩をあだっきゅう、おーと俊敏な動きを見せた。そしてネクスタス倒しておいて、その上にエルボはかわした。スティーブもよく見ています。逆にロープに飛んだショルダータックル、あーと越えていく。そしてドロップキック、高さを見せました。さあ場外にスティーブ、これを見た健太、ニュートラルコーナーからクラッチャー、体を預けていきました健太。そして場内にアピールです。1月12日高松大会で右肩をあだっきゅう、そのちょうど4ヶ月後、5月12日ディファ有明で念願の復帰を果たしました。しかし復帰間もなく、6月9日、 GHC ジュニア王者初代を決めるトーナメントで1回戦アスファインダーに敗れた際、左足のくるぶし亀裂骨折をして、またも欠場を余儀なくされました。ちょうど1週間前、7月18日、復帰を飾った健太、本名の小林健太からリングネーム健太に改名しての復帰です。2つで返しました健太。構成はスーパースタースティーブです。スコーピオ、そしてスティーブ、ともに場外への飛び技があります。対する丸藤健太、こちらはもはや解説はいりません。あっと鋭い回し蹴りを見せたのはスコーピオです。4人それぞれが、ああ早くも予告が出た、スコーピオが飛ぶぞという場内のアピール。その前にカバーに入る、カウント1で返しました。引き起こす健太にかなり厳しいキックが入りました。ブロッキー状態の健太、スリーパーにかけていきます。スコーピオです。4人それぞれの空中技から目が離せない第3試合、赤コーナー丸藤、試合の権利があるのはスコーピオと健太ですが、健太の動きが少し緩慢です。動きが止まっています。あるいはあのスコーピオのキックでかなり深いダメージを負ったんでしょうか。ギロチンドロップ、丸藤のドロップキック、丸藤が怒りをあらわにしました。場内まだ起き上がれません健太。それだけ厳しい角度で顎に命中しましたスコーピオのキックです。スピンキックで動きが止まった健太、青コーナーはタッチをかわしました。スーパースタースティーブ、そしてスコーピオの2人、スリーパーはスティーブです。日米の空中戦が期待された第3試合ですが、序盤で健太の動きが止まりました。一つ場外へのプランチャーを見せた健太ですが、その後スコーピオのスピンキック、顎に命中したところから動きが止まっています。赤コーナーは健太が捕まる展開、左足でサードロープ、ロープブレイクに逃れました健太。カウント4まで離しませんでしたスーパースタースティーブ。リードロップ顔面に見舞っていきます。ハーリーレイスレスリングアカデミーからこのノアに参戦していますスティーブです。185センチ91キロ、まだ23歳。三沢は外国人を新しくスカウトしてくる際に、即戦力というよりもこれから育てたいと思わせる選手、そういった選手を連れてきたいと話していました。スティーブはまだ23歳です。伸びしろもまだ十分あります。さあ赤コーナーに健太、健太が戦えないと見るや物足りないというスコーピオ、赤コーナーに健太を投げ捨てて、そして挑発しました。丸藤が入ってきます。胸中穏やかではないはずです丸藤直道。今日の第8試合はチャンピオン金丸がドノバン・モーガンとの防衛戦を行います。どちらが勝つにせよ、次の挑戦者として手を挙げることはほぼ間違いないと言われている丸藤直道。スコーピオとの一戦、まだこのスコーピオに勝ったことはありません。タッグマッチではありますが、今日このスコーピオから勝利を収めたい丸藤です。スコーピオに捕まっています。スティーブとタッチした。さあダブルの攻撃見せるか、スコーピオが、あっと丸藤うまくかわした。スティーブどうする、キックを放った、ローピギア、あーっと丸藤投げ捨てるか、いやスティーブこらえている。
マルフジはこの状況が分かっているか。スティーブはまだ落ちていない。あと結構離れた。エプロンにスティーブ。さあスコーピオンが青コーナー。試合の権利があるのはスティーブです。マルフジ1つヘッドバットをストマックに打つ。あーとブロックがラリアット、フライングラリアットを見せました。そのままカバーやられる。どうだ、マルフジ際どく返しました。スワンダイブ式のフライングラリアット。スティーブもこういった飛び技を見せます。そのままバックからスリーパーホールド。あーそして画面の向こう赤コーナーではまだケンタが傷んでいる状態です。マルフジが孤軍奮闘。青コーナーにそのマルフジを引っ張っていきます。スコーピオとタッチを交わしました。おそらく10月頃には GHC のタッグのベルトができるというふうに見られています。このスコーピオはベイダーとタッグを組む機会が多かったんですが、ただ今日の1周年記念大会ベイダーはシュミットと組みます。果たしてこのスコーピオベイダーとのタッグはあるんでしょうか。さあニュートンのコーナーからシュートクラッカー、真下に打ちつけるようなミサイル。丸藤が流れを断ち切るか。ロープに振る、振り返すスコーピオ、ショルダースルーは着地する。そしてローリングソバット。ケンタはまだ動けません。赤コーナーにちらっと目があった丸藤、距離を取ってスライディング。スコーピオ鉄柵まで押し込んでいって、さあ場内にアピールした。スコーピオちらっと見た、ロープに布団だ。マルフジが飛ぶ、ノータッド、トップロープを飛び越えました。ノータッド目を確保した。マルフジ高さ跳躍力を見せました。場内にスコーピオを戻して、なおもニュートラルコーナー、もう一度飛ぶか。スコーピオが止めます、動きを止める。自らもコーナーに登っていく。セカンドロープからナダレスキのプレーマスターかわした。マルフジの動き、スコーピオ凌駕している。そしてトランスキック。さあニュートラルコーナー対角線に振る。スコーピオもう一度振り返す。そして前からいった、一回転してのヒールキック。スコーピオが流れを断ち切って、青コーナーのスティーブと今視点が合いました。アイコンタクト取った、ボディスラム。青コーナータッチを交わします。さあ遠い方のニュートラルコーナー、スティーブが首をかっきりポーズだ。さあどうする、距離はかなりあると。ボディープレスがヘッドバット、半分以上飛んだ。カバーが入る、バルーツ返します。わざわざ遠い方まで来ましたスティーブ。その跳躍力をまたまたと見せつけるかのように。さあそしてスイング DDT、 カバーが入った。ケンタ動けない。マルフジのロンリーバトルが続きます。赤コーナーのケンタはまだ動きが取れない。青コーナーの2人対マルフジ1人という試合展開。さあスコーピオはコーナーのトップから黄色ツートラップ、返した、返しました。高い高い弾頭台、その刃を寸前でかわしましたマルフジ。試合時間10分を経過しています。5分以上マルフジが1人で戦っています。ケンタはまだ動けません。さあスコーピオの前に落とすか、いや着地した DDT、 切り返しを見せましたマルフジ。赤コーナーに視線を送ります。マルフジはしかしケンタはリングの外、全く動けません。場内からはケンタへの声援が大きくなっている。しかしまだ動けません。マルフジは先ほどから何度も何度もスコーピオの攻撃を断ち切って赤コーナーに視線を送るんですが、ご覧の状態ですケンタ。あしかしケンタが出てきました。果たしてタッチは成立するのか、今手が触れた。さあケンタは動けるのか、気合を振り絞ります。場内から大きなケンタコール。スコーピオのキックで動きが止まった、まだ力が入らないか。これで持っていく、一発で動きを止めたスコーピオ。バックに回って、あどうする、その股前で腕を入れてザーマン、変則的に決めた。仲間に入る、ケンタどうだ、返した返した。これがレスラーの本能。ケンタは今意識ははっきりしていない状態のはず。しかしカウント3つ入る前に返していきます。ニュートラルコーナーに振った、キックで止める。体は反応しているケンタ。さあセカンドロープから乗っかってヘッドスタート。さあカバーに入った、スティーブがカットに入ります。ケンタが何とか
ートのコーナーからスワンダイブスキップスタイルキック、この力が残っていました。ケンタしかしカバーに入りましたが、そのスコーピオの足を持ち上げることができませんでした。ケンタまだその肩から先、手には力が入らない状態でしょう。ケンタスコーピオの方が余裕があるか。再び後転エッジ、足元がうらついた。確信したような表情でスティーブとタッチ。さあ決めるか、青コーナー。リング上はスティーブとケンタ、そしてスコーピオ。ニュートラルコーナーにケンタを座らせました。スティーブ何を持ってくるんだ。首を掴んだ。おお、スコーピオと合体した。スコーピオと合体した。スカイハイ式二段式のブレーンバスター。こんな技があるのか。マルーズがカットに入ります。まさにアメリカ摩天楼の高層ビルから落とすようなブレーンバスターを放ちました。さあ場外にマルーズを落とした。赤コーナーはピンチだ。ケンタが捕まっている。ニュートラルコーナーの前、スコーピオにも登れと要求しました。スティーブさあどうする。2人がニュートラルコーナー、スコーピオがボディーブレッツ、そしてスティーブがブーッタルトップレッツ。カウントが入った。ケンタ返しました。どこにその記録が残っているんだ。ケンタ場内大きなケンタコール。なおも2人で攻めます。青コーナー、ああケンタは目が開いていない。大歓声です。ケンタがこの歓声を力に変えることができるか。その場内にまざまざと見せつけるようにボディスラム。強いのは俺だと誇示したスコーピオ、このまま一気に沈めることができるか。青コーナーから前を向き直したの気持ち。これまたすごい動き見せたスコーピオ。マルフジがカットに入ります。そのマルフジをスコーピオが断ち切る。場内はスコーピオ蹴った。スコーピオ決めるか。今アピールしました。さあ出るか。450度フォービッティスプラッシュ。カウントが入る。片指がダメ。決まりました。まだまだとその空中戦、高さそして跳躍力、威力を見せましたスコーピオ。髪を回して場内アピールです。しかしこのスコーピオの力を引き出したケンタの頑張りにも驚かされました。第3試合、この曲に合わせる余裕を見せますスコーピオ。マルフジを挑発していきます。この2人のライバル対決にも今後目が離せない。ノアのマットはますます加熱していきます。14分6秒、最後はフォーフィティスプラッシュ。あーとトラッキング、マルフジが握手を断ち切った。そしてスティーブにも払った。この4人の対決がこれからも盛り上がっていきそうな、そんな予感を抱かせました今日の第3試合。しかしマルフジ、ケンタ、スコーピオ、そしてスティーブ、この4人でしか見られない空中殺法、武道館の高い天井の下繰り広げられました第3試合です。ケンタもよく頑張りました。そしてマルフジ、おそらく完全テンションです。場内はスコーピオ、そしてスティーブに惜しみない拍手が送られました。第3試合は青コーナーサイド、スコーピオ、スティーブ組が勝利を収めています。